こんばんは、ピアノソフト清水勝弘です。よろしくお願いします。今日はあの新年、また2回目のね、阿佐ヶ谷のウェルシティさんが来ましたので、たくさんリクエストいただいたので、早速やっていきます。下げてみました。ありがとうございます。それではまた例によって私が一番好きなミュージシャン、フランシス・レイさんの、ね、曲をやってみたいと思います。今ほとんどのリクエストをいただいているので、あとそうですね、他にも有名な曲があるよっていうちょっと最後になってみましょうね。Thank you.
多分3曲ともしてたんですね。とことになと、パリのメルゲームと白い恋人たちでした。では、ビリー・ジョエルでもやってみますかね。オネスティをやってもいいですか。If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to be. If you look for truthfulness, you might just as well be blind. Always seems to be so hard to get. Honesty.ではリクエストいただいたレイモンド・ヘイブルの曲で何か好きな曲何か他にいらっしゃいますか。では芝の女王、
ありがとうございました。ファンタスティック、いっぱいいい曲がありますからね。ファンタスティック、ちょっとずつたくさんの曲があります。今度は横浜のですね、鶴亀というちっちゃい町にですね、また京都から、私の好きなアーティストが来ます。茶木宮子さんです。2月のね、土日とかなんですけども、こんな曲を覚えてますでしょうか。静止シリーズというのが、ね、昔あったんですけど、その点はあったんです。それから、またちょっとフランシス・レイさんに戻って、パリ・ニューヨークという、ね、アルバムがあるんですけども、その中の曲を聴いてみましょうか。旅立ちの時を聴いてください。Comme un bouquet de toutes les couleurs.
フランシス・レイさんの旅立ちの曲を聴いていただきました。この曲ね、ギターとガホンと一緒に一回やりましてね、二股川のサンハート音楽ホールということでやったんですけども、今度また5月18日の、土曜日、無料の多分5時間の、プロも呼んでの素晴らしいコンサートがあります。心に響く素晴らしい音楽が広げる世界、ボリューム8になりますね、第8回、5月18日の多分1時ぐらいから、6時過ぎまでやりますので、ぜひ横浜の田中に来てください。ではそろそろ時間が迫ってまいりましたが、何かリクエストありますか？これ聞きたいというのが、ではオリジナルをねやりましょうかね、私の今ねSpotify とかいろいろダウンロードするサイトがあると思うんですけども、その中で唯一私が出している曲があります。私の宝物モントレゾールという曲です。よかったら配信のところでですね、第100変奏というのをやってます。私ピアノ即興詩人川瀬博士というんですけども、毎回弾き方変えてます。さあどんな曲でも二度と同じ演奏はしてませんので、今日のバージョンは今日だけです。なので、その私のオリジナルのモントレゾール、私の宝物も今日ここだけのバージョンでやります。どうぞ。ぶっ飛んだ編曲にしちゃいましたけど、もともとはだいぶ違いますけどね、本当に変装でした。はい、なんかリクエストありますか？初めて言いました。はい、どんな曲いつも聴いてらっしゃいますか？ジョリのピアノマン。あ、なるほどね。はい、thank you.
1、2分しかないんですけれども、もう1曲だけ、ね、あのオリジナルやりますね、サンジェルマンデプリンさんです。ありがとうございました。